一般社団法人電子情報技術産業協会は、エレクトロニクスや電子機器、情報技術に関する日本の業界団体。略称は JEITA。2000年11月1日に、日本電子工業振興協会と日本電子機械工業会が統合して誕生した。2005年4月1日に、電子情報技術産業協会と日本電子材料工業会が統合して、 日本電子材料工業会が2005年3月31日付で解散した。公益法人制度改革に伴い2011年4月1日より一般社団法人となる。1957年6月、通称産業省は電子工業の振興を図る目的で電子工業振興臨時措置法を制定した。これを受け電子工業分野のメーカーを会員として 日本電子工業振興協会が1958年4月に設立された。日本電子工業振興協会は、新しい電子工業分野の技術向上や、研究開発の促進などにより、電子工業の振興を図ることを目的としている。一方、それ以前から電波技術協会内に、電子計算機調査委員会が設置され、各種コンピュータ本体や周辺機器を調査。 研究していた。この委員会も電子共設立と同時に電子共に移管され発射共同で分担してコンピュータシステムを開発するプロジェクトが開始された。このプロジェクトは IBM650 に対抗し得る国産コンピュータを開発することを目標としていた。しかし CPU を担当していた東芝が突然真空管からトランジスタに切り替えることを宣言し、 それまでの設計では結合不能となったためにプロジェクトは失敗に終わった。電子共は発足年の11月には計算センターを開設し、会員メーカー各社の初期のコンピュータの1号機をセンター設備として買い取るという女性政策を実施した。この計算センターは同時にコンピュータに関する教育の場にもなり、日本のコンピュータ産業例明期には重要な意味を持っていた。 PC カード標準の策定には PCMCIA と共に大きな役割を果たしていた。日本電子機械工業会は1948年4月に無線通信機械工業会として設立して1958年5月に日本電子機械工業会に改称した。AC アダプタでよく用いられるプラグコネクタの規格 EIAJRC-6705 は 世界でも広く使われている。これらの展示会は、下部組織の日本エレクトロニクス商協会が準備し、出展を募る。2021年11月1日現在、ありがとうございます。